すみません。夢か現実かどっちかですな。どっちかですな。おや、これはこれは。見るからにうだつが上がっておりませんな。何ですか。何ですか急にうだつ。安心してください。今うだつが上がっていないということは、この先うだつが上がる余白があるということ。自分を誇りなさい。自分を誇りなさいと言われましても。で、あなたは？ああ、紹介が遅れてすみません。遅れてますな。この瞬間も遅れ続けてますな、ご紹介が。ああ、すみません。私、和村と申します。和村さん。はい、ここに探偵の道州院国斗さんがいると伺いまして。おりますな。私が道州院国斗です。 あなたが探偵なんですって。え探偵さんなんですって。それは誰かに言われてるのですか。私が何者であるかは周りの人が決めてくれるのですな。はあ、そうですか。今日伺ったのはですね、道州院さんに依頼したいことがありまして。ストッパ下痢止めの私が敬愛する探偵シャーロック・ホームズは、依頼人の姿を数秒観察しただけで、その人の職業や性格、どこから来たかまでを言い当てることができるのですな。はあ、数秒観察しただけで。私はそのホームズを超える探偵ですな。はあ、それはとても頼もしいです。で、今日はどういったご依頼を。言い当てるわけではなくて、愛の告白も依頼内容も言葉にしなければ伝わらない、そうは思いませんかな。ああ、そうですね。はい、はい、そうですね。それで、その依頼内容というのは。あ、はい、実は私、普段医者をしているんですけども。なんだ、うだつ上がってんじゃん。ちょっとうだつはわからないんですが、来週資産家の花の川さんが催すパーティーに招待されまして。ほう、資産家花の川といえば、あの館に住むお方ですな。ああ、そうです。あの夕日の館と呼ばれているところです。ほう、興味深いですな。そこで今朝僕のところに手紙が届いたんです。手紙。はい、この手紙、脅迫状だと思います。脅迫状。もしよかったらで構わないのですが。はい、本当に和村さんがよければ。はい、無理はなさらず、よければでいいのですが、その、はい、なんと言いますか、読ませていただきます。もちろんです。もちろんです。読んでもらうために持ってきたので。自分を誇りなさい。ああ、ありがとうございます。では、こちら脅迫状です。長いですな。長いんです。すごく長いんです。あの時効の挨拶がすごく長いんです。はい、だから飛ばして読んでもらって構わないです。そうですか。ほう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 、なるほど。つまり夕日の館で人が死ぬとほのめかしているわけですな。そうなんです。どうして僕にこんな手紙が。最後のページを見てください。最後のページ。この手紙の送り主の名前が書いてあるんです。これは揚森大先生。はい、こ
この手紙の送り主は揚森大先生という人物です。まあふざけた名前なのできっといたずらなのでしょうけども。これはいたずらではありませんな。いたずらではない。これは厄介な相手に目をつけられましたな。この人ご存知なんですか。ええ、恐ろしい男です。世界の悪を丸めて固めて薄く伸ばしてトマトソースとチーズとサラミを乗せて焼き上げたような男ですね。ピザのような悪ピザですな。悪ピザ、悪ピザですな。悪ピザ、悪ピザです。悪ピザ。というかそんなに有名な犯罪者なんですか、その揚森大先生は。しかし正確にはこの名前ではありませんな。どういうことですか。本当の名前は別にあるのですな。本当の名前ではない。ではどうしてその人物だと分かるの。アナグラムですな。アナグラム。この揚森大先生という文字を並び替えてみてくださいな。文字を並び替える。するとどうです、盛り上げ大先生になるではありませんか。盛り上げ大先生。盛り上げ大先生こそが史上最悪の犯罪者なのですな。揚げと盛りしか入れ替えてない。アナグラムってそういうことです。奴はその名の通り世間の悪を盛り上げているんですな。盛り上げてる。私の使命は世間の悪を盛り下げることですな。なくすじゃダメなんですか。やつは夕日の館で行われるパーティーに潜んでいるかもしれないということですな。へえ、そうなんですか。そう、盛り上げ大先生め。あ、ちょっとちょっと何するんですか。ちょっとおや、やってしまいました。やってしまいましたじゃない。ないですよそれ。大丈夫です。恐ろしい脅迫状も丸くなれば可愛いですな。そうですかね。みかんみたいですな。どうでしょうか。人生はみかんに例えられると思いませんかな。はい。酸っぱいみかんもジュースにすれば甘くなる。しかし大体のみかんは甘い。大きいみかん、小さいみかん、みかんにはそれぞれの個性がありますな。青いみかん、完熟したみかんとあって言っててわからなくなりましたな。私はみかんが好きなんですな。ああ、そうなんですか。庭でみかんの木を育てているほどですな。ああ、よかったらどうです。ああ、じゃ あ、いただきます。おや、どうしました。庭にみかんの木がありませんな。ないんですか。これはすでに奴の攻撃は始まっているかもしれませんな。奴って盛り上げ大先生のですか。これは一体どのようなメッセージなのか。メッセージ、うん、そうか、わかりましたな。わかったんですか。簡単な話ですな。はい。もともと庭にみかんの木なんてなかった、それだけのことですな。すいません、僕ちょっと来るところ間違えたので。和村さん落ち着いてください。いやいや、おい、落ち着いてないです。僕はね、真剣な相談をしているんですよ。落ち着いてください和村さん。あなたは心の中にゴリラを飼ってらっしゃる。心のゴリラを沈めます。心のゴリラか。心のゴリラを沈めます。わかんない。心のゴリラを檻から出してみる。何を言ってるの。心のゴリラに甘いバナナはね。なんだそれ。心のゴリラを沈めるの。なんだそれは。何を言ってるんだ。あなたは今感情が高ぶってらっしゃる。落ち着いていられませんよ。わけのわからないことばっかり言われて。まあ落ち着いてください。ここは音楽をかけましょうな。音楽。落ち着いた音楽を聴いてくださいな。いいですよ、音楽とか。まあ、そう言わず、お座りください。こういう時は、エリック・サティ・ジモノ・ペティ第1番がいいんですな。そうですか。YouTube?
広告、広告。私は広告はスキップしないタイプなんですが。そうですか。どうですか、落ち着いてきたでしょう。はい、申し訳ありませんが他の探偵さんに当たってみます。そうですか、それは仕方ありませんな。失礼します。お気をつけて。今日も横浜の愛人宅にお帰りですかな。何ですか急に。左手の薬指に指輪の跡がありますな。それは丸一日外していた跡ということは、今日は愛人のお宅から直接来られたんですな。どうして横浜だと。靴の先に泥がついてますな。今朝横浜で通り雨があったとニュースでありました。関東近郊で雨が降ったのは横浜の一部地域のみでしたな。推理ですか。推測ですな。もう少し詳しい話を。どうぞ。あのこの脅迫状のことで少々思い当たる節がありまして、まあ、ここはドビュッシーベルガマスク組曲月の光の気分ですな。ああ、広告だ。広告。あ、スキップ、スキップしました今。たまには広告スキップしないと口の中に歯が増えるので逆に虫歯をたくさん収穫できるのですな。この同州院国とはどういうこと？